お疲れ様でした。テロップ変えとこ。鉄の公園ありがとうございました。こんばんは。今日も楽しかった、ありがとう。今日も素敵なパフォーマンスありがとう。なんこちらこそありがとう。なんかよ、なんかよ、ありがとう。なんかよ、ありがとう。50日ぶりの鉄のなんだ私。なんかさ、なんかさ、あれやねん。なんかさ、今日来てくれたみんなありがとね。大好きだよ。なんかさ、熱ないのにさ、なんか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 さしか言えなくなっちゃった。なんかさ、今日 MC とか頑張ってて偉いなって思った。ほんと頑張れてた、ありがとう。なんかさ、2じゃないよ聞いた、ありがとう。そう、今日もね2じゃないよでした。ありがとう。なんかさ、自分が許せないの。こんなことみんなに言ってもしょうがないけど、怒ってる私は自分に。なんかさ、もうめっちゃ体調悪いねん。ねえ、めっちゃ体調悪いねん。許せないの。公演中もさ、なんかふわふわするの頭が。でさ、なんかめっちゃさ、ド忘れしてさ、わ、次なんだっけってめっちゃ練習したのにさ、なんかやだ。こんなみんなに言ってもしょうがないのに、自分がうざいってことを吐き出すね。やだ、吐き出したいことあるならいっぱい吐き出しましょう。もうやだ、もうずっとそうなの。ここ最近めっちゃめまいもやばくってね。もうやなの。今日も大好きなみんなのことあんま見れなかった。もうやだ。もう一回やっていいですか？鉄な。もう一回やっていい？やー姫、あ、やー姫。今ね、体調崩してるね。あかん、こんな配信見たら。あかん、もう早く寝ましょう。やだー。今日やたらその顔するね。かわいい、かわいい。じゃあよかった。許せねえ。あさって姫たに会えるね、楽しみだからさ。だからさ、もう明日さ、めっちゃ休むね、みんな。はよ寝ろ。え、もう寝る？寝よっか。もうさ、ごめんだよ。ごめんね、みんな。ごめんね。
ごめんねって気持ちはある。嫌 やねん、そんな自分が。こんなこと言ってもよ、しょうがないのに。悲しい。なんかね、最近ね、ずっとね、なんか何も思い出せないの。悲しい。めっちゃ練習 してんのにさ、なんかさ、ど忘れするね。悲しい。体調悪い。でもさ、体調悪いのにさ、出演するのがさ、なんか美談になるのもさ、違うじゃん。ほんと違うよ。なんかさ、ダメやって。ダメよね。許せん、自分がよ。自分に厳しい姫たんが好き？もうやだ、優しくしたい。逆にもうアラの姫かのこと優しくしてあげないのに、もうやだ。次のシングルはたくさん券取るね、よろしく。それをよろしく。日曜日に行きますのでコンディション整えてくださいね。うん、だからさ、みんなさ、土日来てくれるみんなさ、土日来てくれるみんなさ、絶対にさ、体調大丈夫っていうことに、あの秒数を使わないように、ほんと気にしないでほしいんだけど、今日だけ吐き出すわ。やだ、自分が同じことしか言えない。許さねえ。我々が甘やかしてます。許さねえ。日曜日十分の時間確保してあります。楽しみ、楽しみ。もう嫌やね、許してあげよう。許してあげる。悲しい。情緒不安定。でもね、めっちゃ元気なんよ。ただ、さ、なんか調子悪い。やだー。全然やさぐれてる。今本当にこんなことしてる場合じゃないの。みんな、みんなありがとう。本当にエスカワイもさ、エスカワイもページ増えてさ、 YouTube もさ13万回再生してるやん。梅雨だから仕方ない。もう本当梅雨、ふざけんな梅雨。ゆるさん YouTube もさ13万回生し、頑張りたいのにさ、なんか合わないねん、タイミングが。エスカワイ可愛かった、ありがとう。もうさ、エスカワイみんな買ってね。かわいい。でみんなでアンケート書こう、一緒に。みんながさ、アンケートいっぱい書いてさ送ってくれたからさ、こうやってさページが増えてさ、
どんどんより良くなっていって、みんなのおかげなんだよ。めっちゃ勢いすごいのにさ、もう当の本人がさタイミング合わないのよ。やだ、やなの。やなんです。だからみんなは、みんなだけはまだ嫌にならないでね。めっちゃモデルしてきたんよ。13万回再生もやばいよねえ。スカイ買ってありがとう、本当に。みんなさ、感想ハッシュタグ姫たん垢抜け連載、ハッシュタグエスカワイ、ハッシュタグアラの姫かでツイートしてください。ありがとう。何があった？もう体調悪くって、もう嫌なんです。自分にムカついてるの。なんかさ、今来た人のためにというか、前も来てくれてる人も多分もう分かってないと思うんだけど、私はずっと体調が悪いのだ。なのにみんなのおかげで活動がめっちゃうまくいってる最中、体調崩してることが本当に許せないんや。自信だ。うわ、やめてくれ。今皆さん大丈夫ですか？愛知で震度3、気をつけてね、みんな。姫さんが頑張ってるの分かってる？頑張ってない。まだやりたいことあるのに。まあ、エスカイ見た、ありがとう、本当に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 ありがとう。もう明日は絶対に休む。みんなも休んでね。もう明日はなんかね、焦ってるんだな、焦っちゃってるの。でも私は勇気の決断で、明日はマジで何もしないって宣言するね。本当にもう明日本当に何もしないね。みんな言っておくね、ごめんね。うん、土日が本当に楽しみ。今日も本当楽しみだったな。でもさ、なんかショールームもまだまだやりたいの。代わりになんかしとく？しといて。明日なんかしたって。もう本当に同じことしか言えない。自分が許せねえってことや。
なんか違う話しよう。でもこのまま配信をしてもダメなのかもしれない。いくら怒っても可愛いのが可愛い。当たり前やん。誰だと思ってんの？アラの姫かでしょ。うん。もう姫たん許してあげれないで。ダメよ姫たん。今よ今。今なんだアラの姫かは。そういう時は皿でも洗って気分を晴らそうや。うるせえな。お前あっち行ってろよ。し、今みんなと楽しく喋ってんだよ。皿なんて言葉を出すんじゃないよ。あんたあっち行ってろ。ごめんね。ごめんね。よちよち。いや本当にね。髪色やっぱいい。なんかさアメピめっちゃ良かったよね。なんかさアメピにさすっごい合ってたと思うんだけど、どう思う？なんかさ今日さお団子可愛かったやろ。お団子めっちゃ気に入った。私どう？姫たんのせいでポジティブシンキング聞くと涙が止まらない。かわいいやんそれは。劇場より帰宅しました。お疲れ。お疲れ。かわいかったよねお団子。いい収穫や。お団子も髪色もかわいい。ありがとう。ねお団子よかったよね。メイクさんにもねめちゃ似合うねっていっぱい褒めてくれたんだ。メイクさんありがとう。ねスタイル良かった。なんか私痩せちゃった。びっくりした。なんか写真見ててさうわめっちゃ痩せたって思った。びっくりやで。チュ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 でもさ今日ずっとさ楽屋でもこんな感じだったな。チュッ。もう私毎日こんな感じだわ。みんなと話したいんだ。でもさ話した今話してもなんか得るものなさそう今の私に。どう思う？でもね眠くないんや。公園でもこんな感じ出てた。本当？今日は相方いたんだっけ？相方めっちゃいた今日。僕らは癒しを得てます。みんなのこと癒してあげてよ。
出してあげて。もう早くみんなに会いたい。早く土日になってほしい。土日になってほしい。みんな土日にして。早く明日いらないな。別に明日いらない。どう？明日なくしていいよね。明日なくしたいの。ココちゃんになんで姫タン T シャツなのって言われた。姫タン推しだからや。当たり前やろ、姫タン推しだからや。お団子してるとめっちゃ背高く見えたね。プラスされてたよね。金曜日の夕方からは必要？いらない。早く土日になってほしい。日曜日行けるの楽しみ。私も楽しみ。早起き頑張ろうね。もう土日が楽しみなの。みんなもう姫と私のことが好きなのにさ、もう今日頑張れなかったのが本当にやな。もう今日ダメかもしれない。もうさ今日頑張れなかったかも。久しぶりの手伝なのにさ、もうつらい。やばい、こんなん配信してたら本当にダメだよね。ダメ。でも違うんや、姫たん推しのことが大好きなのに。大好きなんや。姫たん推しのことが大好き。姫たん推しのことが大好き。いや、まだ休みたくないんよ。休みたくない。もう絶対選抜なろうね、みんな。ねえ。選抜なろうね。でも選抜は体調崩さないんだよ。やだ。許せなーい。もう毎日 R1 の虫見て。買ったの。やば、私買おう。どんな姫たんでも肯定しますよ。大好き。もう大好き。大好き。大好き。大好きです。R1。もう大好き。もうさ、私本当に次シングルになったら私毎日 R1 飲む。絶対毎日 R1 飲むよ。悔しい。
悔しいよ。R1 決めたん選抜されるべき人だと思うよ。私もそう思うし、決めたん推しもずっとそう思ってくれてるよね。頑張る。多分どんな姫たんも好きだと思うよ。今日のユニットで久しぶりに姫たんペンライト振ったくせに。ずっと振りなさい。じゃあありがとね。飲みます。美味しい。早く土日になってくれないかな。ね。バレバレなの草。いや、この人自分で言ってたね、前のコメントで。今日は白色水色振ったよ。明日の土曜日にしてくれ。うん、お願い。土曜日にしてね、早く。みんなねえ、早く明日を土曜日にして。みんな早く。みんなならさ、何だってできるでしょ。だってさ、 S かわいいのさ、ページも増やしてくれたしさ、私のトーク会、握手会を部数上げてくれたしさ、みんなら何でもできるんでしょ。だってさ、私が望んだこと何だってしてくれるじゃん。だからみんな早く明日を土曜日にして。私の命令は絶対じゃないの。早く土曜日にして。みんなにもできないことあるんだ。みんなにもできないことってあるんだね。選抜にするより難しい。あ、そっか。ごめんごめんごめん。ごめんね。無理か。みんなにもできないことってあるんだね。そうやってさ、私のさ、あの願いをさ、全部叶えてくれてさ、思わせぶりにしてさ、明日を土曜日にできたいんだね。思わせぶり。無理か。そうだよね。土曜日楽しみだね。24時間寝れば土曜。なるほど。24時間寝よっか。明日は休むのに必要だよ。キュン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 。ひめたんに会いに行くために仕事する時間も必要なわけで、しょうがない。それはしょうがないか。いってらっしゃい、みんな。いろいろありすぎて剣足りるか不安になってきました。楽しみだね。あと2時間ください。2時間あげたら明日に
明日土曜日にしてくれるの？やった、2時間待ってよ、ありがとう。課金したら、もしかしたら課金したら土曜日にしてくれる？早く土曜日にしてくれるのに。金曜日頑張って日曜常滑行きます。あ、ぜひ私の動画見てなんか照らし合わせて聖地巡礼しに行ってくださいな。めっちゃ楽しいから常滑ねえ、土日楽しみすぎてもうやだ、土日苦しいの何語？自分もめまいとぎっくり腰やばいけど、お互い気合で乗り切りましょう。お前は俺か。え、ねえ、全部、ね、この人とお揃いだよ、かわいそう、つらいね。ねえ、この人とお揃いなんだよ、かわいそう。よしよししてあげて、みんな、私とこの人をよしよしして、みんな大変なんや。でも土日来ると楽しみが減るよ。いや、そうなんよな、なんかさまたあれなんかさって言っちゃう、いつも。なんかさ、なんだけどさ、なんかさ、口癖、なんかさ、あ、何言いたいのか忘れちゃった。あ、そうなんよ、でも土日来ると楽しみが減るよ、なんかさ。私本当になんか特典会がないとさダメやねん、なんかさ、なんかさっていっぱい言っちゃうねん。土日でラストなの、やばいでしょ。闇営業で特典会作っちゃおうかな、勝手に。ダメ？あ、ダメですか、すいません。 Apex さん早く次シングル出して、私が裏特典会を作んないためにも早く。ダメでしょ、勝手に特典会始めたら。勝手にさ、荒野姫かファーストソロシングル出したらダメでしょ。ファーストソロシングル勝手に出して特典会勝手にやったらダメでしょ。だから早く出して、ベックスさん早くして。私本当にファンの人に会えないとさ、なんかさ、なんかさっていっぱい言っちゃうんだけどさ、ダメなの、予定がないと。でもみんなもそうなんでしょ。みんなも同じ気持ちなんでしょ。知ってる、知ってた。私次シングルでリベンジする。え、待ってる嬉しい。なんかさ、なんかさ、カウンター作ってよ。あのね、初めましての人がね、めっちゃ増えてね、ありがたいんですよね、嬉しいね。黙っておくのでやろう、闇握手会やばでも全然やりたい。劇場でやりません？私も特典会がない楽しみ、時の楽しみはなんかツアーとかなんだな。なるほど、うまくできてるな SK48 は。ソロシングルとか写真集とか出して企画やりましょう、やりたい。
栄で姫たんの自作 CD 手売りする。え、いいね、栄でやりたいな。ね、毎週特典会あってほしい。例えばエスカワイのお渡し会みたいなの企画するとか。え、言ってみた編集部の方に。みんなもちょっとアンケートとかでも言ったって。こういうの多分あの皆さんが行くっていう、お渡し会あったら行きますぜっていう意思を示してくれないとできないからね。奇遇ですね、今 R1 飲んでました。うわ本当に強さ引き出してこう。サンシャイン栄地下を乗っ取ってやりましょう。あのさ、なんかさ、グランドフィナーレみたいなあそこの場所、あそこの場所私ジャックしよっかな。いいよね、あそこ。グランドキャニオン広場だ。あそこでお見送りする私。いい？ひとまず動画を回せばいいってことですか。はい、あと S かわいいを買ってハガキを一緒に書きましょう。劇場のお見送りはプチトーク会だと思ってます。ううん、全然あれはトーク会でもない。お見送りは何？ペコリ会。ありがとう、寂しい。トーク会をしましょう早く。R1 ってそんなに聞くの？なんか R1 めっちゃいいらしい。あの11期生の子たち、キョッピーとかがね、毎日飲んで、でずっと毎日公演出てたって聞いて、 R1 ってすごーってなったから R1 飲みましょう。グランドキャニオン。ココナさんはみんなお仕事頑張って俺のためにと言ってました。みんな私のためにさ、すでにお仕事頑張ってくれてんねん。ココナちゃんわかるか、それはね浅いんだよココナちゃん浅い。違う、私のためにお仕事頑張ってくれてありがとう、いつもお疲れ様よ。浅いここ ココナちゃんに今日久しぶりに会いました。今グランドキャニオン広場にいますよ。だってさ、みんな特定しよういやだ、やめてほしい、ごめんね、みんな撤収、特定撤収。グランドキャニオン広場にいんの？早く帰りな。何時だと思ってんの？23時になるよ。うん、うん、ココナーちゃんだーい、周期ちゃんとココちゃんはねぎらってくれてるよ。わかっとるって。ココナちゃん大好き。ココナちゃんに会いたいな。ハタゴンさん R1 飲み続けてるって言ってた。結局コロナにならなかった。おう、 R1 すごっ。やっぱR1 飲むね、私。箱で買おう。もう悔しいから。許せない。R1 飲むとインフルにならないと言ってた。R1。R1 箱。調べよう。
みんなのためにも、みんなも飲みましょう。 R1 さ、甘さ控えめとかあるから嬉しいよね。R1 R1 箱お、意外とワンケース、12本入り。お、なんか箱で買った方がいいかも。うん、新たな発見。あら、コロナなってない人いる。あ、なってる人もいた。オイラの年になると R1 聞かなくて、ドラッグストアのちょっといい値段の健康ドリンク買っちゃうんだよ。 R1 ってさ、なんか乳酸菌だから続けて飲まないと、なんかこういう乳酸菌ってさ、ずっと胃の中にとどまってくれないからさ、とどまらせるために毎日飲むんじゃない？それでなんか滞在してくれるようになるんじゃないかな、いい成分が多分ね。ヨーグルトもそうなんだって。私は R1 を信じてみようと思います。キョッピーを信じる。R1 じゃなくて美味しい免疫ケア飲んでる。あね、隣にあるやつだ。へえ、なんか私甘くないのが好きでさ、免疫ケアは甘くないのある？R1 とヤクルトセットで飲んでる。すごいな。私本当にね、ルーティーンが苦手で、なんか毎日違うことしたいの。そう、なんか本当続けられる人すごい。毎日モーニングルーティーン、ナイトルーティーン、毎日違うから。みるみるを信じてます。みるみる、かわいいな。いろんな種類の乳酸菌取るといいらしい。あら、乳酸菌、そうなんだ。なんか一つのなんか自分の体質に合った菌を探すみたいなのを見た。毎朝ヨーグルト食べる、効果的に毎朝ヨーグルト食べるにはみたいな、自分の体質に合った菌が入ってるヨーグルトを2週間ぐらい食べ続けて、自分で結果見て。そんなんもさ、めんどくさいよね。めんどくさいっすよね。ね、合う合わない人それぞれあるみたいだからさ、腸内環境、いや腸内環境なんだっけ、あのなんだっけな、脳腸相関だっけ、脳みそと腸は同じ関係性のあるっていう、なんか脳腸、あ、合ってた、脳腸相関。生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼし合うことを示す言葉です。そうそうそう、脳みそとね、腸はイコールの関係であるみたいな。腸優しくしてあげましょうね。私胃が弱々さんだからさ、最近ね。みんなも気つけていきましょう。あ、そう、 MTC オイル、 MTC オイル、欲しいやつだ今私が。 MTC オイル、なんかね、いい油、
普通の油よりもいいやつ。うん、飲むヨーグルトね。薬学部卒ながら脳腸相関初めて知りました。本当？なんか腸内環境をとなんかなんて言うんだろう、メンタリティーは依存の関係みたいな、めっちゃ見る。あ、そう、オメガ3とかね、いい油取ることは大事だね。脳は第二の腸。え、脳は第二の腸。そうだ、なんかふくらはぎは第二の心臓とか言うし、なんか第二を司る臓器がめっちゃあるな、人間の中には。何なんだよ人間って。難しい話になってきたな。そろそろ寝ようかな。心臓は第二の脳。おお。じゃあふくらはぎは第三の脳やん、その関係性で言うと。脳は第二の腸、心臓は第二の脳、ふくらはぎは第二の心臓。この関係性妙だな。ココナッツオイルをコーヒーに入れると美味しい。うおー、コーヒーね、最近ブラックコーヒー飲めるようになったから。足つぼマッサージでいろんなところが良くなるのもそうなのか。ねえ、それなんだっけ。え、っていうかさ、みんなあのさ、最近めっちゃハマってるんだ漢方。なんか自分の体質、みんなちょっと調べて、漢方漢方的なんだっけ、待って調べてあげる。最近チアシードとヨーグルト混ぜて毎日食べてるけど大して効果が現れない。でも人間ってさ、細胞入れ替わるのがさ3週間ぐらいかかるんだっけ、人間の全細胞が変わるのって。だからさ、そんな即効性はないよね。やっぱり続けていくことが大事なんだよね。心臓5個くらい欲しい。なんかすっごい盛り上がりそう体。ちょっと待って待って、自分の体質、これなんて言うんだっけな、ちょっと待って、みんなに教えてあげたいの。なんかね、隠居とかさ、全細胞が入れ替わるのはだいたい5年くらいで、5年前の自分は別物と言えます。あれ、そんな周期だったっけ。何が変わるんだっけな、3週間ぐらいで。体内だっけ、体内か。全細胞は5年くらい。らしい。え、皮膚か。皮膚が変わるんか。じゃあさ、5年前の自分は別物と言えます。研究生の時の荒野姫香は違うわけだ、今の荒野姫香と。でもさ、話変わるけどさ、みんなテセウスの船って知ってる？テセウスの船ってさ、あの、例えば船あるとするじゃん、荒野姫香の船で、
冒険していくたびにさ、船壊れちゃうのよ、悪くなったりカビたりして。でさ、直すわけじゃん、いろんなところ引っぺがして直して修復していくうちに材料が前の船のと全部ガラリと変わった船が出来上がったわけよ。直していくうちに材料変えて、果たしてその船はアラノ姫かの船というのかっていう、アラノ姫かって言葉交えたことが間違いだったな、テセウスの船っていうのかっていう、これ前もなんかショールームで話した気がする。そう、部品を取り替え続けるとどこまでがテセウスの船って言えるのか。でもさ、 SK48 に置き換えるとさ、でも SK48 じゃん、一期生さんがさ卒業していっても、新たな私たちみたいな後輩メンバーが入っていっても SK48 じゃん。何の話、何の話してんの今、何なの。でもさ、5年前の研究生だったアラノ姫か、全細胞が入れ替わってるわけだよ。あの頃の私と全然違う肌、中身。5年前の私はアラノ姫かって言えますか。言えるな。はい、私が調べてたことなんだっけな、隠居漢方、なんか東洋医学のね、めっちゃ、私はね隠居っていうやつなの。なんかね、体質があるの、漢方体質。より一層綺麗になりました、綺麗になりました。今は姫たんがいないと SKE じゃないよ。あなたのその理論で言うと、アラの姫かが卒業した後 SK48 というグループは SK48 と言えないっていうことですね。あなたの考えは そうなんですか。考えがすごいユニークな考え方ですね。いいですね。そうだよな、アラの姫香がいない SK48 なんて SK48 じゃないよな。ね、頭を嗅ぐ姫たんは昔の話よ。ちなみにさ、頭を嗅ぐっていうの、なんか私の黒歴史みたいな感じで言ってる人いるけどさ、あの今日もココナちゃんの頭皮嗅いだからね私。今日もココナちゃんの頭皮嗅いで元気出したんだからね、一品よ。今も好きだよ。じゃあこのその理論で言うと、研究生のアラノ姫香は変わらずアラノ姫香なんだ。変わらん私は。全然黒歴史じゃないし、今もなおよ。今もなおよ。ねえねえ、ココナちゃんの頭皮大絶賛、アラノ姫香のお墨付きだよ。もうココナちゃん大好き。もうココナちゃんの頭皮が、やっぱ頭皮ってさ、あの日焼けするじゃん頭皮も、で皮むけるわけよ。でさ、その頭皮むけて、私があの時嗅いだココナちゃんの頭皮じゃなくなったとしても、でも細胞がね、皮がむけてもココナちゃんの頭皮はココナちゃんの頭皮、テセウスの船はずっとテセウスの船なんだよ。これが答え。異論認めない、ココナちゃんの頭皮はココナちゃんの頭皮です、テセウスの頭皮なんです。CD 何枚買えば嗅げますか、ゆるさん。
あれは私の独占権。ダメ。ココナさんの頭皮は何味風味ですか？ココナちゃんの頭皮は、私はずっと言ってるんですけど、ピザポテトの匂いがする。ココナちゃんの頭皮は最高。シャンプー変わったら変わる？いや変わらん。ずっとテセウスの頭皮。他のメンバーの頭皮はどうなの？でも池田はね、めっちゃシャンプーの匂いがしてあんま好きじゃないっていう。池田はシャンプーの匂いがする。やだ。違うの、なんかね、違うんよ。ココナちゃんめっちゃいい匂いなんよ。いい匂いなの。違う、なんかさ、いい匂いなの。コーラが進みそう。いや、ほんとコーラ進む。コナちゃん大好き。なんかね、違うの、池田の頭皮は。なんかあいつダメだ。あいつあかん。いや違う、私漢方の体質改善、あ、五臓チェック、違う。なんかね、私はね、体質はね、陰虚って言って、なんかね、陽と陰があるの。でもこれはみんなが思い浮かべる陽キャラ陰キャラとかのじゃなくって、陽はなんか朝活発活動的エネルギッシュで、陰がなんかね、夜夜だったりリラックスみたいな感じで、ね、私は陰虚なんだけど、陰が足りてない人なんだって。でそれはなんかね、潤いが足りてないみたいな、常に潤いが足りてない体質の人で、そう、面白いの、陰虚。あ、なんかね、陰キャの陰に虚、これは何の虚、その潤いをどう補充するのよ。でね、この陰は寝てる間に補われるものだから、なんかね、睡眠不足らしい。そうだから、いっぱい寝てます最近。で、あとなんかね、陰虚の人はね、サウナとかあんま行っちゃいけないんだって。余分に汗が出ちゃって潤いが枯渇しちゃうから、サウナ行けば潤うよ。あ、サウナダメなんだって私。そう、みんなも調べてみて。俺陰キャだから絶対陰だわちゃうねん。そういう話じゃないじゃね。面白いの。乾いた分水分補給しても良くないの？なんかね、違うのよ。待って、じゃあ私言ってあげるね。陰虚のあなた、まず、なんかね、ほてっちゃうの。寝る時とかさ、めっちゃ、私超暑がりでさ、布団とか吐いちゃう人なんだけど、そういう人いない？暑いってなって、でよく水分飲みたくなっちゃう人で、喉イガイガしやすい、肌カサカサしやすくなっちゃう人は私と一緒です、陰虚です。汗のかきすぎには注意してください。
でね、辛いものとか刺激物あんま食べないようにですって。そう、体内に熱がこもる。代謝がよくって放熱しきれないタイプかと。この人さっきからすごいのよ。私とすっごい話合いそう。こういう話好き？私大好きなんだ。嬉しい嬉しいです。仲良くしてください。握手会来てください。こういう話いっぱいしましょう。私代謝がよくって放熱しきれないタイプなんだ。そう、放熱が下手くそでさ。そうなの。だからお灸とか足にしてさ、放熱してるんだ。それは用なのでは？ちゃうねん、ちゃうねん。なんか分かりやすく説明してあげたいんだけどさ、この大元のこれ、このジャンルを調べたいのに。体質チェック表、なんかおけつタイプ、気体タイプ、血虚タイプ、気虚タイプ、陽虚タイプ、陽性タイプ、いっぱいあるの。ねえ、で陰キャタイプはね、痩せ型の人に多いんだって。おけつタイプでした。え、かわいい、おけつ本当？今調べた？漢方薬毎日3回必ず飲んでるけど、自分のタイプとか分かりません。なんかね、その漢方薬に摂取するのもなんかね、自分の体質に合わないやつ飲んじゃうとね、余計悪くなっちゃり、なっちゃったりとかするんだって。おもろいね。ひめたんの配信見てると、とてもアイドルの配信とは思えないから不思議で、おもろいね。おもろいでしょ。もう私こんだけさ健康オタクなのにさ、また許せないムーブきた。自分のこと許せない。体調崩すな、アラノ姫か。はい、こんだけ知識を得ても体は許せない。勉強だけして暮らしへの漢方オンラインショップやろう。いや、今やることじゃない。これほんとなんていうの、モヤモヤする。ごめんみんな付き合わせて。中医学体質、中医学的体質っていうのかな。ごめんねみんな、最近ねハマっちゃってるの。みんなもやってね調べてやってみてね。あ、クラシエのサイト結局や結局でした。引用五行思想、ありがとう。何これ、そう、多分そうなんだけどさ、お名前、タイプのお名前のことを まとめてなんて言うんだろう。
おけつとか陰経とか陽経とかまとめてさ、なんていうのこれ体質、あ、え、みんなやってくれてる、嬉しい。え、ちょ、みんな何だったなんか MBTI みたいな楽しみ方しちゃってるけど、期待だった？おケツでした。え、なんかさ、すっごいさ、腑に落ちない？すっごい腑に落ちません？でさ、なんか陰虚体質、潤い足りてないからさ、なんか私ね、雨の日好きなのよ。それってなんでなんだろうなって、なんかそれもね含めて調べてたらね、陰虚の人って雨の日に調子良くなるんだって、潤い足りてないから。面白くない？なんで検索する？中医学体質って調べるとね、いろいろ出てくる。中医学体質。え、ね、陰虚雨の日に元気出る説、おもろくない？これね、私のお母さんもそうだった。うん、雨大好きね。ずっと雨の日ルンルンマンだからさ、期待でした、おケツでした。お、おもろ。これ知っておくとさ、なんかあんま控えた方がいい食べ物とか、逆に食べた方がいい食べ物とか、すごい分かりやすいからさ、みんな今診断した、みんなちょっと自分のタイプ調べて、みんなもより良くなりますように。衰退らしいです僕。おお、おもろ。衰退って初めて聞いた。調べちゃおっと、みんなの体質調べちゃおっと。あー、むくみとか水が溜まってしまう。衰退の人は水の巡りが滞り、体に溜め込んでしまうと一変不調を引き起こす。水分代謝が悪く、水分の排出が停滞している状態。漢方から見ると衰退の方の特徴は結局血が足りないで、体に栄養が回らず、本来血で満たせるところに水が入って溜め込み、冷え込むタイプの人です。へー、おもろ。水分取りすぎないように注意する、体を冷やさない、おもろ。こういうのがあるんですわな。みんなのタイプ読んじゃおうかな。わー、みんな、ほうほうほう。相性はどれとどれがいいの？あ、 MBTI みたいなもんじゃないよこれ人それぞれなんよ。陰虚らしいけど雨の日体調最悪。あ、かわいそう雨の日のバフ受けない。ねー、期待らしい。でもそれに合った漢方薬じゃないの処方されてるみたい。ありゃ、まあ自己診断だからね、それが合ってるか分かんないかもしれないけど。面白い。お、陰虚多いね。というか期待もしたり不安になりやすい、喉に違和感を感じるタイプ。かわいそう。あ、目次に書いてあるわ。漢方では体質を気虚、気滞、血虚、おけつ、陰虚、衰退の6つに分けて体質ごとにトラブルの原因を探ります。わ、陽虚がない。別の言葉に言い換えられてるのかな。気滞は
気の巡りが悪くなり気が滞ってる状態。漢方では気は元気の源である生命エネルギーであると同時に精神をコントロールする気持ちの気、さらには体のすべてを動かしコントロールする機能でもあると考えております。胸や溝落ち部分が張ってくるし、気滞の状態が続くとどんどん体の空洞に余分な気が溜まりやすくなります。気滞により余分な気が溜まると、胸や溝落ちが張ったように苦しくなったり、下着などで締め付けられるのが苦痛に感じたり、時には痛みを感じやすくなるといいます。みんなどう？溝落ちの部分に指を入れ抵抗があったり苦しくなる、痛みを感じるという人は要注意です。ですって。この皆さんはストレスを発散させることだって。この人たちは香味野菜食べるといい。いいね、香りのある野菜はリラックス効果があるからね。大変や。診断めっちゃ合ってた。なんかよりよくしてね。期待でした。隠居だった、おきつだった。みんな調べてて可愛い。みんなが健康になりますように。気とかはもう自分の気持ちじゃない？ストレスだったり、ストレスがたまると期待っぽくなっちゃうとか。自己分析できない。じゃあ今健康なのかもしれんよ。おけつ見たいんですけど。おけつ。おけつさん、なんかこういうのめっちゃおもろいよね。 MBTI みたいな。おけつの人は血の流れが悪くなってる人だ。いろんな人がいるんだな。なんか私隠居以外全然当てはまらないもん。おけつは血液が流れにくくなり体の中で滞ってしまうことで起こる状態。おけつの人は肩こりや頭痛、手足の冷えなどの症状に悩まされやすく、肌が青白く、あざや出血ができやすい傾向にあります。血液の循環が悪いんだな。血がドロドロってことや。おけつさん、ひめたん今日の髪型すごく良かったね。私もお気に入り、ありがとう。当たってる？おけつくん、この話でめっちゃ1時間もしてる。おもろい。いいですね。確かに肩ほこりひどい。みんなこのさ体質のやつ知らなかった？知らなかったでしょ。みんな健康になってね。面白くない？自分のこと知るって。確かにそうかも。常にクマできてる。かわいそう。
に。勉強になった。みんな健康になろう。私もね。寝ます。すいません、こんな遅くまで付き合っていただき、皆さんありがとうございます。隠居のみんなは、隠居のみんなはね、白いものを食べるといいんだって。山芋とか豆腐とか白米とか、白い食べ物って体に潤いを補う働きを助けるらしい。みんな おしゃべりに付き合ってくれてありがとう。みんな本当に大好き。私はいっぱい喋りたかったのかもしれない。でもまだなんかさ、まだまだ喋りたいの。ダメですか？まだまだ、じゃあまだいける人、まだいける人付き合って。全然ごめん、寝ていいよ、おやすみ。もう今からはね、本当にダラダラする。あの、全然まだ喋り足りないまだいけます？え、いいの？ダメだよ、寝なよ。全然明日お仕事の人もう構わず、私に構わず寝てくれ。全然喋れる、喋り足りない。あ、もう早く寝てください。ダメ、明日ロビカンでしたが髪型良かった。ロビカン、ロビカン、ヤッホー、ありがとう。ね、まだあと30分、大丈夫。じゃあ寝るね、おやすみ。ほんと寝て。明日仕事だけど付き合います。あかん、おやすみ、おやすみ、ダメ本当。なんか早く土日になってくれないかな。なんかね、違うわ。もう夜になるとね、この話しかできないんだけどさ、私本当に毎日思ってるから許してほしいんですけど、本当にあの全完売ってやばいことだからね。みんな分かってる？そこのところ、分かってなかったら怒るよ。あのさ、やばいんだよな。思い返してみるとさ、あのさっき、あの体の全細胞は5年で入れ替わるから、5年前の私は新の姫香ではない、もう新しい姫たんって言ったけどさ、あの前の5年前の細胞、生まれ変わる前の姫たんじゃちょっと考えられない出来事が最近は起こりすぎてて。そうだから、でもね、なんかなんて言うんだろうな、本当にぶっちゃけると扱いはね、5年前と全く変わっていないから、なんかね、あんまり実感を得ていなくって。めっちゃすごい、みんな姫たん推し偉業を成し遂げてくれてるんだけど、なんかそれに伴う結果がね、なんかついてるよ、ついてきてるんだけど、なんかさ、もっと来てもいいのに、うんって感じだから、なんか実感得ないんだよね。だからもっと扱いを良くしてほしいですよね。まだ早いのかしら。もう夜中だからね、こんな話しかしないよ私。
え、真剣すぎる？さっきのさ、漢方のお話する？だからなんかずっとなんか新鮮な研究生の時の気持ちのまま今いる。ずっとね、後輩の気持ちなんだよね。そう、ずっとこんな気持ち。でもさ、なんか実績、みんなが出してくれてる結果はどん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 右肩上がってて、そう、みんなってすごいんだ、本当にありがとう。もうダメよ、この話入ったらもうこのムーブよ。みんなありがとうムーブに入っちゃうよ。私、みんなありがとうフェーズだから、早く SK48 は荒野姫香のことを押さないとダメよ。自分で言うけど、これ本当にそうですよね。皆さん、 SK48 早く荒野姫香を押さないとダメよ。でも逆になんか扱いが今の今まで変わってないからこそ、なんか何クソでおいおいふざけんなよって気持ちで頑張れてるっていうのも多少あるからね。またね、公演もね、みんなにとってうんってなるしものも出てくるのよ。私もね、全然今もんってなってる部分あるから、あるんだけど、でも私は頑張り続けるので、みんな見立って見立ってな。でその時になんかね、一緒に怒ってくれたらとっても助かる。本当にみんなのこと大好き。一緒に怒ってくれるとすっごくあ、そうだよね、いや本当そうよねって頑張れるから、怒ってみんな納得できないことは納得できないって声を上げましょう。ありがとう。運営にはいろいろ言いたいことあるよ。私もありがとう、そう言ってくれるから、そう言ってくれるから、そう言ってくれるから頑張れるんや。もうこのフェーズ入ったらもうおしまいよ。私もう今めっちゃ熱いよ、ごめん、めっちゃ熱いよ。もうあちあちよ。納得してないやろ。もうね、そんなんもね、言ってください、お願い。なんかね、みんながね言ってくれないと、あそういうものなのかなって思えてきちゃう。それほんと良くないことなんだ、分かってるんだけどね、なんかね押しつぶされちゃうのよ、その評価というものに。だから一番の味方であるみんながちゃんと荒野姫香のことを導いてほしい。よろしく、これ頼んだ。本当にね迷うのよ、みんながいないと。あら、私はここなのかもしれないなってなるから、ちょっとみんながね導いて、ちょっと道を照らしてくれるとね、とっても助かる。よろしくね。ありがとうね。さりげなく言うのと率直に言うのどちらがいいんだろう。いや率直に言ってくれ、率直に言わないとね、ダメだダメや。いやもうほんとみんなありがとう。もうね最近ね、ハッシュタグアラの姫か、ハッシュタグアラの姫か超楽しいのよ、見るの。ありがとう。でさ、いいねいいね欄イーロンマスク氏、これは本当にありがとうなんですけど、
いいね欄見られるのねちょっと恥ずかしかったからね、いいね欄封鎖された今ねめっちゃいいねしまくってるからファンのみんな気づいてるかもしれないけど、最近いいねしまくってるからみんなハッシュタグアラノ姫かよかったらもっともっと、いやもうほんと今ありがとう、超嬉しい、ありがとうね、いいねでお返しできるようにも私も今やってるので遅くなってすいません、ほんとイーロンマスクさんありがとうございますすいません今までなんか謎の恥ずかしさで、すいません、私ができる導きってなんだろう、特典会に来てもらうことどうですか、決め倒しになってくれますか、特典会ね、次とかもなんかオンライン特典会とかあるのかな、こちらも申し込んでいただけるととってもとっても私の道しるべになります、ありがとう、このフェーズ好きだからいいよ、あのちなみに全然あの24時間行けます、私ほんと毎日行ってる、普通に泣けてきそう暑すぎて、うん、激アツよ、ヒメタンほど努力してる子いないと思う、いやそれはねヒメタン推しだから、そうそうやって見てくれてるけど、みんな努力してるけど、でもね私も自信があるんだ、だからこそ最近が悔しいんだ、まあこの話はもう置いとくわ、もう明日もう本当に何もしないね、もう宣言しておく、明日は本当に養生期間、養生日にするね、ごめん、X の投稿がほぼ姫たんへのお便りになってる、ありがとう、7月の特典会の詳細、7月もうね6月でおしまいなんです、今週末の特典会で32枚目シングルの愛のホログラムの特典会期間が終わってしまって、次のね特典会が33枚目シングル発売決定になるまでね分かんないからね、ぜひあの私の SNS を見ていただけたらいろいろ詳細がわかると思います、ありがとうね、本当ありがたい、愛してラブルすぎ、つぶやきます、ありがとう、ツーショット会の後のいいねにびっくりしたよ、あでもツーショット会はねいいねするようにしてる、来てくれてありがとうやでってツーショット会でもねちゃんといいねするようにしてます、最近ありがとう本当に、ハッシュタグアラノ姫か最高最高、ああとね今ね S かわいい8月号が発売されてるのでファッション誌なんですけど、今回ね前回の S かわいい5月号の皆さんがアンケートはがきいっぱい送っていただいたり、あと SNS いっぱい発信してね感想とか私の連載企画の感想だったりを発信してくれたおかげで、今回のもう今発売中の8月の S かわいいがあのページがね増えまして、6ページアラノ姫か1人が独占しているので、そちらも購入いただいて、でまた8月号のアンケートハガキを皆さんにまたね書いていただいて出していただいて、それでまた来月じゃないね、あの S 会は期間だから次の号楽しみですねってやりたいです。うん。ありがとう。
23日スカイエキスポ始めまして予定です。あ、やった。おいおいおい、ちゃんと始めましてって言うんだよ。嬉しいな、本当にありがとう。コケティッシュ渋滞中な感じの姫たんでした。 S かわいいね。それもさ、ハッシュタグ S かわいい、ハッシュタグ荒野姫か、ハッシュタグ姫たん垢抜け連載つけて、まさにコケティッシュ渋滞中の姫たんみたいな発信してくれると荒野姫かもいいねしに行きますね。え、あ、そうそう、ページ増えたからね、アンケートも結構なんか書きやすいと思うし、書くこといっぱいあると思うね。なんかさ、 S かわいい、ちょっとおしゃれすぎて、あ、ファンの方の受けもどうなんだろうなって思いつつ、でもめっちゃ良くない、あの姫たん、ちょっとおすす、なんかお気に入り、あれ、あのあれいいよね、お団子のやつ、あのカットと、あとね、一番最後のページが好きなんだよね。どう、みんな、柄物、柄物姫たん、あれ結構お気に入りなんだけど、あれやばいでしょ、海外雑誌でしょ、自画自賛ね。ぜひぜひ、そういう、そうなんよ、アイドル活動じゃ見せられなかった荒野姫か、みんなのおかげで見せられてるのね。もう本当にみんなありがとう、大好き好き、姫たん推し熱い、熱いですねえみんな。ねえ、次のさ、シングル何があってもさ、早期全日程全完売、私も頑張るので一緒に目指してください。頼んだ、ほんと愛してラブル、ほんと愛してラブル、ほんと愛してラブル。デニムのやつが一番好きね、可愛いんよね。姫たんは美人だから原色も似合いますね。寝なさい、あなた、おやすみ。この中でさ、朝なんか7時とか6時起きの人とか絶対いるじゃん、知ってるよ私。ダメよ、いくら激アツ姫たんが降臨してるからって、ダメだよ、寝なきゃ。その隣の帽子のコーデが好きやな、ね、あれもいいよね、あれ真っ赤なミュールが超可愛いよ。今度は表紙を飾ろう、え、ぜひアンケートよろしくね、本当に言ったな、ねえねえ、あ、もう名前読めるし読んじゃおう、ヤリコのラッパ、ねえあなた、ヤリコのラッパ、わ、ツイッター連携してるじゃん、みんな飛んで、この人がどんなツイッターしてるか。アンケートはがきよろしくね、やりこのラッパー分かったね。やば、名前呼べるって面白い。30分遅く寝たところで変わらんのよ。あ、そういうこと、なるほどね、もう30分って大事だよ。私と同じく隠居の皆さんは睡眠不足が本当に潤い不足になっちゃうから、睡眠なんかね、寝てる間に潤いが出てくるんだって、人間って。でも他のタイプのみんなも寝てね、明日7時起き、あかん、早く買わないとなくなってしまって後悔しました。あ、特典会か、あかん、ねえねえ、そんなね、そんなさ、人がさ、いっぱいおるのよ。なあなあ、売り切れちゃって買えなかったって、おいおい、おバカ、荒野姫香のことを見くびりやがっておい、早く早く予定立てなきゃ。
ダメ。わかった？明日有給取ってるので余裕です。じゃあもう私とこの人は明日もう本当に休みます。本当に休む。もうモバメさ、モバメ、あ、今日2通目遅れた？怖い。1通目本当にピピーンみたいなモバメ送っちゃった。もう明日、もう明日モバメもふざけていいですか？明日モバメふざけるね。よろしくね、メルトも。すみません、買えませんでした。ごめんなさい。あ、いる。いるぞ。ここに。ダメでしょ。次シングル。次シングルは、ちょっと早めに予定確認して、もう抽選の段階でピピピピってやってね。よろしくね。まあでもさ、どうなの？みんなってさ、え、聞きたい。なんか何ヶ月も後の特典会、抽選の間にさ、取れる？予定的に。それって難しいよね。予定ってさ、私はなんて言うんだろうな、休みは不定休だからさ、約束します。約束、ハリセンボン伸ばす。あ、2通目来てた。ああ、よかったよかったね。ありがとうね、メルトも。期待タイプですが、やっぱ寝た方がいいのか。え、期待タイプってさ、なんかストレス溜まっちゃってる系の人だからさ、ね、寝ましょ。やっぱストレス発散第一に睡眠じゃない？うん、難しいけど姫たん優先です。行くよ。うん、愛して選ぶる。いつも抽選の間に撮ってる。うん、すごいね。その時さ、お休みってどうしてるの？まあいつも土日だから休み、土日休みの人はまあ行けるのかな。特典会の日は意地でも予定入れないようにしてる。なるほどね。いやでもさ、土日休みの人もさ、土日がおいおい、素敵な休日をさ、アラの姫かに使ってくれてありがとう。思えばだよ、7日のうち素敵な2日間。いや、やばいな。今週末より気合を入れてまいります。やばいな。イベントを軸にするから問題なし。やばいな、大好き。やばい、大好き。昔握手券買ったら社員旅行が入っていけなかったことがある。それはしょうがないわな。3時までに取り切った方が送料がお得なので。あ、買い物上手。なるほど、抽選のうちに取り切った方が送料お得。いや、もうこれもうほんとそうだよね。送料お高いよね、ミュウも。みんなぜひ気合で休み取る。気持ち的にできれば直前に取りたい。ああ、なるほどね。まあまあそうだよね。いや、私も絶対みんなの立場だったら、なんか直前にフラーって行きたいもん。そんなんなのにみんなすごい。なんか前々からさ、予定入れるの私すっごい苦手なんだよね。みんなごめん、本当ありがとう。もう本当になんか前々から予定決まってるとさ、なんか億劫な気持ちになっちゃうの私。いるでしょ、私と同じタイプいるでしょ。だからみんなすごい。多分ね、この人も私と同じだと思うんだよ。できれば直前に取りたい派、あわよくば当日券あればいいのにっていう人いるでしょね。いや、そうなんよね。いや、ごめん、
SK48 の特典会そういうわけにはいかないよ。特に荒野姫香の恋そういうわけにいかないごめん、億劫な気持ちになってください。うん、億劫な気持ちになれ。どうせ当日来ちゃえば楽しいから楽しいのは分かってるでしょ。いや私もそうなの。行ってみればね毎回超楽しくて帰ってくるの。ああ行ってよかったってなるから。もうどうせ楽しいから億劫な気持ちになりましょう休みがあったらね。ね、ありがとうね本当に。最初に全日程ある程度買って、あとは月が変わったら買いましてます。もう計画的や、ありがとう。に抽選のは3部5部少し買っておいたから助かった。あ愛知やろう、ダメちゃんと取って。正直1ヶ月前からしか予定立てづらい。いやそうよなそうよな、予定ほんと難しいよね特典会。うん、ほんとみんなすごい、すいません私のために。もうそれはちょっと当日お返しするからさ、みんな楽しみにして。うん、一時で買って予定が確実になったら追加で買う。おーなるほど。早めに買いたいんだけど土日関係ない仕事なので何ヶ月も先のを買うのは難易度高い。いやそう思う、あなたみたいな人がたくさんいるでしょうね。ほんと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 ありがとう、ほんとありがとう。私の感謝伝わってる？ありがとう。そのための休み？やばいって。ね、素敵な2日間の休日さ私に使っていいの？の問いに対して、そのための休み、愛してる、大好き、もうつらい。つくづく明日いらないわ、早く土日になってくれ。待って、話足りないんだけどさ、多分みんなのこと寝かせてあげた方がいいよね。ね、あ当日券欲しい派ね、当日券欲しいよね。いやそれはそうなのよ。やばい時間が迫ってる、やばいやばい。休みなら全部特典会でもいいくらい。かわいい、いいの休みいいのか私に使っていいんだな。じゃあその代わりめっちゃ幸せにするわ。うん、ありがとう、ありがとう。姫様と会える機会もっと作ってほしい。もう絶対来てくれよな、抽選の段階でよろしくね。ダメだよ先着残しててさ、はあ、売り切れちゃって、あダメだった、なしダメダメ、部数増えますように本当に。あ全然インスタライブいけるな、ダメや今超熱いよ。なんか多分私さ、なんか超ピンチをチャンス人間なんだよな。でもピンチはピンチとしてしまうんだよな、こういう時燃えてしまう。だからインスタライブ行こっと酔ってる？ね、なんかさ酔ってるって言われるんだけどさ、本当にシラフでめっちゃ熱いんよね私。任せろ、時間無制限モード来たよこれ。あかん、ほんと逆境バネタイプでもさ、でもよ、でもなんかちゃんとちゃんと落ちる、ちゃんと落ちてしまうのが良くない。でもその後の上がり目が本当にすごいタイプだから、みんなは本当私任せてほしい、本当頑張るから、本当本当本当ねえ。年間休日で考えると特典会の日日数少ないから本気で挑む。わありがとう。特典会の日程発表された日に宿とか全部確保しちゃう。うわすごいな、
絶対幸せにしよっと。億劫になるタイプだからこそ前もって買っておかないといけない気がする。なるほどね、逆にね。いやもうほんとまとめて幸せにするから楽しみにしてね。燃え尽きないでね。危ない危ない。でも明日燃え尽きたいから、もう今日のうちにいっぱい喋っておきたい。なんかちゃんとなんか話せる時に喋っておきたいや。で全然私第一にしなくていいよ。今日はみんな私第一に生きなくてよし。今日は自分第一で生きてください。他の日は私第一にして生きてください。でも今日は寝てください。全然明日休みだっぴっていう人はインスタライブに行きましょう。ではショールームの皆さんはお疲れ様でした。本当になんかめっちゃ付き合っていただきありがとうございます。でもインスタライブに行っても大したお話ししないと思うから、なんか本当に時間あり余ってるよっていう人のみ来てください。時間あり余ってない人が来たら怒ります。追い出します。追い出す。ダメ。もう本当ありがとう。愛してラブル。さすがに寝よう。いやもう寝てください。寝てください。皆さんおやすみなさい。ありがとう本当に。バイ。ありがとう。